ちゃん、おはよう。おんちゃん、おはようございます。おはようございます。ジャンクより先に甘えたね。本当は違うんだよ。パパとママが起きる前にジャン君甘えに来たんだよ。そして起こされました。今落ち着いて寝ております。ポンちゃん、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 はいはい、ポンちゃん、なんか嬉しいの。ポンちゃん、もうちょっとやる。できたらブラシもできたらいいね。そっとね。今日はね、ちょっと神社まで散歩して、すごい暑くなってきてるけどね、もうじき30度になるかもしれないけど、神社に祈願に行ってくるよ。パパママ2人で行ってきますね。日傘さして行ってきます。じゃんけん。ちょっとこれから神社にお参りがてら散歩行ってくるね。将来がかかってるからお留守番我慢してくださいね。はい、はい、ジャン君、お姉ちゃんくんね。ジャン君。ポンちゃん、ただいま、ただいま帰りました。帰りにですね、スズメの楽鳥を、なぜか鳥が死ぬところに僕出くわすんですけれども、電線からポトッと落ちてですね、助け上げて公園の水場に連れて行ったんですが、音切れておりました。残念です。手を合わせてきました。それとは他に神社にいっぱい、お参りしてきました。ジャン君、ただいま。おしっこしてはる。あ、危ない危ない。ああ、お尻が上がっちゃいました。ああああああ。ジャン君、
なぜそのトイレの仕方に変わっちゃったんですか？ジャン君。なんか直していきたいですね。